からのビードロ実写ドラマ顔が完璧すぎてお目目がキュルキュル、イケメンっていうものをちょっと具体化じゃないですけど博多弁プラス都会に染まってない田舎っ子。皆さんこんにちは、チルチル。商業 BL レビューサイトチルチル編集部のアナコンダとチルチル編集部実写ドラマ評論家ひろみちゃんアンダーグラウンドです。お願いします。今日はですね、はい、第1話が放送された宝のビードロ実写ドラマを追っていこうと思います。はい、お願いします。私原作大好きな作品なんですけども、はい、1話とってもキラキラした印象で、なんか山のね中の描写とか、本当なんて言うんでしょう、あの大学生の始まる大学生活が始まってるっていう不遇なキラキラな感じとかがとってもなんかそのね、タイトルにもビードロってあるんですけども、はい、すごいキラキラに描かれていていいなって思ったんですけども、ではドラマのこれから見ていくためにも必要な3つのポイントをお話ししていきたいと思います。はい、それでは1つ目、1つ目、圧倒的ビジュアル、はい、これはどう感じてもらえますかね。宝さんのを演じた、はい、岩瀬さん、はい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 、はい、どの角度から見ても、顔が完璧すぎて本当になんて言うだろう、イケメンっていうものをなんかもっと具体化じゃないですけど本当にそれしか浮かんでこないって感じですよね、はい、であの受け側の大進くんと小西さんが演じた、でもうなんかお目目がキュルキュル、確かに綺麗な瞳してましたね、なんかもうであの方言を片言で話す感じとかも、すごいあざと可愛いなっていう思います。確かに確かに本当に、いやもう本当にあのビジュアルがあの本当に漫画から飛び出したかのようなね、感じですごく素敵だなって思ったんですけども、その柴宝役の岩瀬洋二さんは、はい、そのビジュアル そのなんか役者さん2人ともが BL 作品は初めてで、しかも連ドラ作品の初主演という形になるんですけども、はい、岩瀬洋二さんはなんか昔その俳優さんになったきっかけがなんかその同級生の先輩に電車の中で動画を撮られて、俺の後輩可愛すぎるみたいな感じの一瞬振り向くっていうその動画がバズって俳優さんになったっていう、もう圧倒的ビジュアルなのでこれからもドラマを通してずっとこの攻めビジュアルを見ていけるっていう喜びが私的には強い。それでは2つ目のポイント、はい、キャラクターですね、はい、キャラクターのところ注目していきたいんですけども、中野大進の博多弁だったですよね。可愛かったです。であのなんて言うんでしょう、博多弁プラスその都会に染まってない田舎っ子、なんかそう芋っぽいっていうんですかそんな言葉で言っていいのか分かってないんですけども、なのにあの可愛さっていう、なんかなんて言うんだろう、抱きしめたくなるようなそういった圧倒的受けのビジュアルとかそのキャラクター性っていうのをすごく体現されてるなっていうのがあったんですけども、そういったところが良かったなって思うのと、あとはやっぱりその攻めの志賀宝さん、はい、岩瀬洋二さんのビジュアルはもちろんなんですけども、そのクールさっていうところが結構刺さるなって思っていて、なんて言うんだろう、そのなんか一見冷たそうな感じじゃないですか、はい、結構そのなんか気持ち悪みたいなこととか言ったりとか、そういったところのなんかクールさで、こっからこのデレに行くその変化っていうところをすごく期待したいなっていうのがどうですかね。でもあの宝くんのツンツンした感じ、でもそもそも大進くんが昔泣いてる時に声かけてるってことは、根は優しいんですよ、根は優しいのにあのツンツンしてる感じのギャップがもうすごい刺さるなと思ってて、であの山登りも一緒に行くじゃないですか、サークルで、山登りサークルで、その時も大進くんが山の中の草を見て、あこれなんとかだって言ってる時、言ってましたよね名前なんかそうとか、あとあの足怪我しちゃった時とかもずっと見てるんですよね、宝くん。意外と気持ち悪いとか言ってるのに気にしてるし、気になっちゃってるんだろうなっていうのがあってこっからそれがね、2人が気持ちがこうね、お互いだった時に、その
なんて言うんだろう、気にかけてる優しさとかがね、どう出てくるかって、めちゃめちゃ楽しみっていうところですね、はいはい、ではそれではポイントを3つ目、3つ目のポイントはやはり原作が漫画ということで、その原作とその実写のドラマのどういったストーリー展開になっていくかっていうところなんですけども、はい、原作では意外と2人がお付き合いし始める展開が結構早めにあったりするので、実写ドラマって意外と今のところなんて言うんでしょう、 BL ドラマってなんかやっぱ最後のラスト最終話で2人の気持ちいっぱいすれ違い続けて大断言みたいなところがあったりするんですけども、それが結構序盤に来て2人のお付き合いフェーズみたいなのが結構見れたら嬉しいかなみたいな期待を勝手に抱いてしまってます。新しい形のビールドラマになりそうです。まあ、一話最後のシーンだったんですけど、はい、最後あの大進くんになんか友達がね大学で初めてできたみたいなシーンがあって、それを宝が見守ってるみたいな、ちょっと嫉妬が含まれてるかなみたいな感じの目線を送ってるところで終わってるんですよ、はい、いやちょっとこっからね2話からもう2人がもしかしたら向かい合うシーンってか思いをね通じ合うのが早めな展開を期待しつつ、また次回も楽しんでみたいかなと思います。はい。それでは3つのポイント話させていただいたんですけども、はい、これからすごい期待が膨らむそんな宝のビードロを楽しんでいきたいですね。はい、はい、皆さんもぜひ動画見ていただいて、一話こんな風が良かったよってポイントとかあったらぜひ教えてください。それではまたね次の動画でもお会いしましょう。バイチルー。